連日厳しい暑さの中展開してまいりました6日間開催の産経スポーツ杯争奪戦今日の優勝戦日晴らすいはかなり見応えのある展開でしたが見事優勝を語りました金子龍介選手は逃げて圧勝のレースでしたこれより優勝選手の表彰を行いますそれではこれより金子龍介選手ステージ登場ですどうぞ大きな拍手で迎えいただきたいと思います優勝金子龍介選手ですまずは優勝おめでとうございますありがとうございます 優勝戦終えて今の感想いかがでしょうか。えー、よかったです。はい。まあほっとしたという感じでしょうかね。そうですね。はい。はいえー、今日の優勝戦まずは簡単に振り返っていただきたいと思いますが、進入はもう比較的楽な感じでしたかね。そうですね。あのー、優しい先輩だったんで、はい、<laughs> あのー、楽な進入させていただきました。<laughs> はい。まあ今節は風も安定していましたしスタートもしやすい感じでしたかえっとね、もうだいぶ届か,届かなくて、はい、結構みんな早仕掛けしてる感じの。 えー、レース場だったんですけども、はいまあ、スローからは自分なりにつかめてたかなと思いますその優勝戦のスタートですが、まあ、全体的にちょっと遅めということで一番速くても6コースが171コースの金子選手で19でしたああそんな遅いんですかやはり届いていない,い,届い,てないですね、はいえーまあ、それでもほぼ同体ですからある程度は安心して1マークまでという感じでしたそうですねあの2コースにはもうスタート的確なあの今村先輩がいるので。 今村さん見ていきました、はい、1マークへかけては、まあ、伸び方の今村選手がちょっと伸びていたように見えたんですけれどももいやもうだいぶ伸びたんじゃないですかね。ということはちょっとまくりも差しも警戒しつつというような1マークでしたかねあのさっきに回れば、えー、あの大丈夫なしだったんで、はい、そこだけが、はいはい、鍵だったですね。はい、はい 内から前田選手も差し伸びてましたけれどもそんなには気にならなかったというところです、ね、あの出足がもう違うんでね、えー、大丈夫だと思ってました、はい、確かに突き放しましたもんねそうですね、はいはい、もうその後は2着争いがかなり競り合ってましたからもうある程度は安心して回ったという感じでしたがうんそうですねあのちょっと大型映像がないんでここは、はい、あのどうなってるかちょっとあんまり分からなかったんですけどねそれにしても今シリーズは初日から安定した走りで一節間振り返っていかがでしょうか そうですね。あのー、ターン周りの出足型でいい感じだったです。はい。はい、えー。これが今年優勝は2回目。5月以来ということで、若干優勝からは遠ざかってましたけれども。そうですね。まあはい。よくできたと思ってます。はい。はいえー、今年まあ非常に暑い夏ですけれども、今節は夏バテなどはなかったですか。大丈夫です。はい。はい。はい、この後まあさらに夏は暑くなると思いますけれども、この先に向けても非常に弾みのつく優勝になりましたかね。 そうですねはいはいそして徳山二回目の衣装まあ今年は G1 戦でも走りまして結構 G1 でも多く走るイメージありますけれども徳山のそうですね徳山よく呼んでもらってるんでねはいあの好きなレース場の一つですはいはいまあ徳山今スタンド工事中でまあ今後もしかしたら新しくなったら SG あるかもしれませんのでその際にはぜひぜひ呼んでくださいはいはい まあそのためにもぜひ今後は頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。では最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。えーとそこまであのー、遅いことないねモーニングやからね。あのー、まだまだボートレースやってるんでいっぱいいろんなとこ勝って応援してください。ありがとうございました。ありがとうございました。三月フォース杯優勝の金子龍介選手にお話を伺いました。それではこれから優勝選手の表彰を行います。 ただ今から産経スポーツ杯争奪戦の優勝選手表彰を行います。優勝しました金子選手に表彰状優勝トロフィーが産経スポーツ営業局局長佐々木隆様より授与されます。お願いいたします。います続いてトロフィーが贈られます。 以上を申しまして表彰を終了いたします。佐々木様ありがとうございました。それでは最後にその優勝トーフィーをお持ちいただきまして写真撮影をお願いしたいと思います。金子選手お願いしたいと思います。えー、こちらサンケースポーツの旗の後ろでなくてもよろしいですかね。はい、えー、最後に金子選手の写真撮影を行いたいと思います。どうぞご希望のファンの皆様もぜひステージ近くにお集まりいただきたいと思います。 今回は6日間開催の産経スポーツ杯争奪戦金子龍介選手の優勝で幕を閉じましたこちらの産経スポーツの旗の前でなくてもいいですか大丈夫ですかははい、はいということでありがとうございました金子選手にもご協力いただきましたありがとうございましたでは金子選手もう一言最後にファンの皆様にお願いしますはい、えー、まだまだ船券は売ってます今日僕で買った分をまだ残りのレース場でやってみてください いつもボートレース応援してもらってありがとうございます。また金子隆介も応援してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは金子選手退場です。どうぞ拍手でお送りいただきたいと思います。6日間にわたりましての 3K スポーツ杯総合戦、金子隆介選手の優勝でマークを閉じました。